ハッピーライトカフェ第57回君原&ディアスイレスイッチ版発売前放送聞こえてる？えとか言ってるけど大丈夫ですか？あ、じゃあ大丈夫。電気街祭りぬすこみジェンコ、DMM ブースにお越しいただいた方ありがとうございました。皆様カフェラジマパーソナリティのあゆみです。はい、ということでこの番組は萌え&萌えゲームブランドライト&キャンパスがお送りする生放送ですということでございますが、あれネタバレっていう文字が消えてる私気になったんですよね、ツイッターで見た時に君はのネタバレ放送とか言ってもうネタバレすんの発売前なのにさすが斬新なメーカーだなと思ってたんですけど、申し訳ありません急に出てきた、お詫びといたしまして、あ、いいです、大丈夫です、まだお詫びといたします、まだ大丈夫です、あのゲストをご紹介したいなと思いますということで早速、ここではお久しぶりなゲストでございます。その花が咲いたらまた僕は君に出会う、ヒロイン、永瀬ゆき役かなさんです。どうも皆さん、カフェラジマ、そしてお久しぶりです、シルバリオトリニティレインベルスファの役のかなだよ。違うよ、いやそうなんだけど違うよ、違うよ、すごい表情が変わる表情が変わる、今こんなになってるんですね。そうなんです、なんかちゃんとキャラクターがそこにいるみたい。VTuber です。すごい、 VTuber デビューしました。目は変わらない、目と口しか変わらない VTuber です。すごい。改めまして、その花が咲いたらまた僕は君に出会う永瀬ゆき役のかなうです。イエーイ、よろしくお願いします。いやそうですよ、トリニティぶりですね。そうですね、ちょっと久しぶりなんですよね。そう、ドットポットはいつぶりでしょう、なんか多分最後にここまで呼んでいただいたのは、はい、あゆみさんがいらっしゃらなかった時ですね。消えた、高浜さんに消えてない、消された高浜さんに消されたあいつ、あいつ、はい、高浜さんと橋田さんの3人で声聞こえたな、はい、そう、あのやらせていただいたのが確か去年1年は経ってないかなぐらいの、なんか昨年は結構そのトリニティで何回も呼んでいただいた記憶が、あの、ありがとうございます、こちらこそありがとうございました。じゃあ1年は経ってない、あ、そっか、なんかあのネタバレ放送やってましたもんね。そうですね、なんか、語り尽くそうみたいな、なんかやってた記憶は、でもいつくらいだったか、でもそうですね、1年は経ってないぐらいなんですか、なるほど、あ、じゃあまあそこまで経ってない、そこまででもないのかも、でもこの番組からすると割と常連でいらっしゃってありがとうございます、はい、申し訳ない気持ちになりました、はい、ということでございまして、今回はあれですね、君花から、ゆき役ということでいらっしゃっておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回もですね、色紙をいただいてますよ、じゃあ3枚書きました、かわいいこれ見てください、これ、よいしょ、あ、全部表情が違う、さすが VTuber VTuber さすが VTuber、 すごいこれ、ふっつって表情が変わる、あ、いいですね、ありがとうございます。で、今3枚書いていただきまして、はい、お便りを送ってくださった方の中から3名様に、はい、それぞれ、まあ、もちろん1枚ずつですね、プレゼントさせていただきます。で、まだあのメール送ってないよという方も間に合いますので、うん、よいしょ、あのぜひぜひ放送中に色紙目当てにですねメールをお送りいただければいいんじゃないかなと思ってる、色紙目当てになんかよ頑張れみたいなやつとかでもいいから、あの何かしら体験版の感想とかだったら嬉しいけれど、はい、ぜひぜひお送りいただけたら嬉しいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは本日も最後までお付き合いください。ハッピーライトカフェスタートです。
つおたのコーナーです、はい、皆さんからのメールを紹介していきたいなと思いますが、まず1つ目、はい、わさび男さんからいただきました。皆様カフェラジはカフェラジは、もう間もなく8月が終わり9月に入るので、うん、夏の終わりを感じ始める今日この頃です。そしてこの時期の風物詩といえば、うん、夏休みの宿題を必死にやることだと思います。君はなでも、ゆきの友達が夏休みの宿題を3日前に、ゆきに泣きついて必死でやったという会話がありましたね、と。皆様は夏休みの宿題は早めに終わらせていましたか、それとも8月31日にやりましたか、9月1日にやりましたか。多くは、8月31日派です。どうですか。私は先に全部終わらせる派です。一緒です。うん、我々そう、でも心はね、えあれ一緒です、一緒です、一緒です。あ、そうそう、話しましょう、本当のことですか。本当に9月3日までかからいや、7月のうちはやりたいんです。もうその心つもりでも7月にやるぞって思うんですけどね、なんでですかね、すぐ来ますよね、なんでですか、気がついたらね、なんかね、出航日2回目みたいな、ね、感じになったりですけど、ね、7月中に終わらせる派ですか。7月中は物理的に無理なのでそんなには頑張れないです。終わります。7月っているのかな、7月中。いやでも終わる人もいるでしょう ね、 いますね。8月28日に終わってたとか、なんかそんなに初めからブーストかけないですけど、なる範囲で終わらせます。素晴らしい。なんだ、夏休み中に終わってたよっていう人、あ、そんな裏切り者じゃん全員じゃん嘘でしょ。北海道はなんか夏休みの宿題って文化なかった。あ、北海道夏休みが短いですもんね。短いから冬休みが長い、冬休みが中途半端だから、そんな大量の宿題っていうものを体験したことがない、なるほど。だから終わらせてた、終わらせてた。高山さんは？あれ？夏休みの宿題いつやってた？これちゃんとコツコツ。はい、次のメールでーす。浦さんからいただきました、ありがとうございます。皆様カフェラジマ、カフェラジマ、さてかなうさんゲストのご出演おめでとうございます。誰だコーヒーを抽出してるやつは今回はその花が咲いたらまた僕は君に出会う2で演じられた永瀬ゆきについていろいろ語ってくださることかと思いますので、はい、どのようなお話が聞けるのか楽しみにしております、はい、さてそんなかなうさんにせっかくですから質問があります、はい、今回の、君花では、タイトルにも含まれているように花が一つのキーワードになっているかと思います。そこで質問なのですが、かなおさんが好きなお花をあげるとしたら何になりますか。おそらくヒロイン自身のスタンダードな質問は他の方からも来てるかと思いますので、はい、ちょっと変化球ですがお聞きしてみたいです。どうですか。なるほど。お花は買いますか。買います。常にじゃないですけど、結構あの春になると綺麗なお花増えてきたりとかするので、春はよく帰りがけに花を買ったりとかします。花好きです。お、なんか特定のお花とか。全体的に好きなんですけど、何でしょうね、チューリップとかひまわりとか、スズランとか、統一性ないですけど割と大きめの花が多いですね。あーですかね、でもみんな好きだな、花。花いいですよね。そうですねいいパスでしたね。花いいですね。そうですね、すごいボール飛んできましたね。服部さんも花好きですよね。僕は好きですよ。お、何が好きですか。僕ですか。はい、僕は何でも好きです。そんななんかね、女であれば何でも誰でもいいですみたいな言い方しなくてもいいじゃないですか。花好き。そ、別に。あ、そう、はい、メインライターは花がそんなに好きではないです。花の話書いてるのに。花の話書いたの。どっちにしようかな、時間的に。あ、でももう時間か、いけないかな。後で時間があれば読みますかね。はい、ということでございまして、君花の話もいっぱい来てますので、後で、そのコーナーで、読ませていただきたいと思います。以上、ふつおたのコーナーでした。
5月28日に、もう来月ですね。もう来月ですよ。ねえ、発売を予定してます。キャンパス最新作、その花が咲いたら僕はまた、また僕はじゃない？おや？これ台本間違えた。また僕は君に出会う。あれ？合ってる？メインライターが書いたね。僕はまた？あれ違う。また僕はですよね。はい。でも君に出会う。何も違う。新情報についてお話ししていきましょう。ということでございまして、先週ね、表情変わった。体験版が公開されました。ね、多分あのプレイされたんだなっていうね、はい、あのメールもいただきましたが、本日さらにですね、オープニングムービーも公開されました。公開と実は9時になったので、はい、頑張って見てこれを見てる人はまだ見てないかなと思うので、そうです。なんでちょっとせっかくだからみんなで見ましょう。見ましょう。なんで？昔高浜にやったことが自分に返ってきたからさ。それではオープニングムービーご覧ください。どうぞ。初めて見ていただいた方には、はい、おっと思っていただけるんじゃないかと思うんですが、うん、それなら教えてとはだいぶ違うと思う、うん、方向性がだいぶ違う、うん、はい、魔法使いなのかって出てますけど、これ、はい、前回って言っていいのか、あの、まあ、初恋シンドロームの世界観とか設定とか、うん、組んだ話なので、うん、そうなんですよ。はい、なんで今回も魔法使いの話です。ございます。まあ前回はね、師匠がいましたけど、うん、師匠っていうかまあね、先生がいましたけど、今回先生いない代わりにお目付け役の、まあ、影絵っぽい使い魔の2人がいるので、オープニングちらっと体験もやった方は見ていただけたかなと思うんですけど、うん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 、なんかね、いろんな CG がいろんなのがありましたね。ね、だから、あのシーンやーとかなんかすごい思ってました今。あら、あのシーンやー。なんかここのなんだろう、この CG について触れたいみたいなやつとかどうですか今回、うん、今見ていただいた中で。ね、あ、CG 見ながら話しますか。話もできますし。せっかくだから。どこまで言っていいんだろうみたいな。まあ、体験版やった方は、うん、結構意味深にこのヒロインは結構隠し事があるなってことは。
分かっていただけたかなと思うんですけども、今回どうですか、ゆきちゃんとはどうですか、かなよさん初めて見た時どんな感じに思いました？あ、すっごいヒロインっぽいヒロインだなって思いました。まあそうですね、今時花持って立ってるヒロインなかなかないですよね。なんかザ・ヒロイン、なんてヒロインらしいヒロインだろうって思いました。そう、僕はエロゲを作るぞみたいな絵ですもんね、服部さんに気概を感じる服部ですみたいな名前もね、ダウンと言いますしね。いやほら昔ね、オープニング頭企画高浜亮とかドカーンと出して喜んだんですけど、そうそう、やられると思わなかった。今回でやられたまさかこんなことになると思わなかった。うん、で、まあ、ゆきちゃんもあれですよ、夏休みの宿題は早めに終わらせるタイプですよ、はい、なるほど、さすがヒロイン、さすがヒロイン、さすがヒロインですね。まあある意味超優等生ですけど、うん、まあ、超優等生の割には CG 来ましたね、出ましたけど、これはどんなシーンですか？もうね、だってこれ普通の学園ものでこんな CG 出ないじゃないですか。ここから始まりますよ、バトルが。だいたいバトルが始まります。うん、バトル始まる感じしますよね、うん、これ何ですか、どういうシーンですか？いや、まあオープニングにはぜひ入れたかったんですけど、うん、今ここで出されると何も喋れないという。そうですね、これダメですね、喋った。ただ、まあ、まあ例えばこの鎖はね、リアルな鎖じゃないんですよとかね、うん、すごいぞ、コメント、花占いに決まってんじゃん、鎖を見ろって。いやいや、そこじゃないぞ、ね、今の正解で、花占い大事なんですよ、はい。気になるのはそこじゃないじゃん。お散歩プレイですか。あ、そういう作品なんだ。なるほどね。なるほど。なるほど、なるほど、はい、ゆきちゃん魔法使いなんで。はい、魔法使いますから。はい、草でも使えちゃうわけです。あ、そんな CG もありますけど。はい。なんかいろんな表情がありますね、ゆきちゃん。意外にその、なんだろう、パッケージは本当にザ・ヒロインみたいな優しそうな柔らかい印象ありましたけど、さっきのちょっとアンニュイな感じとか、この表情もね、あまり想像ができないような。まあそうか、この表情を持ってきたのか、うん、この表情の意味は分かんないだろうな、みんなって。これ どんなシーンですか？とても、これ言えないですよね。オープニングで公開したからね、うん、この CG ね、まあ魔法使いですよっていうことで、ゆき、はい、ちゃんついに魔法使っちゃう。使っちゃうんです。いっぱいティッシュ使いました、私は。ゆきちゃんもいっぱい使いましたけど。泣くという。あ、そっちから。泣くという。はい、いや、私だって泣く。ティッシュなんか泣くか抜くかしかないでしょ。なるほどね。泣いたっていうことですね。はい、そんな、魔法を使うときに泣くの？まあ、魔法を使うシチュエーションで泣くわけですよ。気になるな。気になりますよね。まあね、今回ちゃんと呪文映像もありますからね。うん、キャンパス作品に呪文映像ありました。シナリオライターを見てください。映像高浜亮って書いてあります。騙された。騙された。そうなんや。そんな映像があるんですか？呪文映像もあるんです。指導しただけ。なるほど。指導はした、まあ、高浜が指導して、高浜チルドレンの鶴石が書きました。なるほど。呪文映像、私一瞬あれ、なんか別の作品に釣り替わったのかって思ってこれ見たことあるぞ。映像はどんな感じの映像だったんですか？短いとか長いとか。 あれです、そんなに長くないです。短いです。ちょっと長いのとは2種類あるの。本当にちゃんと映像させちゃってんじゃないですか。どんな感じとかって聞けたり。おや、こんなところに台本が。台本が。おや、不思議だな。不思議。不思議だな。あれ聞ける、ちょっといいですか？これはじゃあ、うんうん、はい、あ、じゃあ、せっかくなんで、ティッシュ、はい、あ、どうぞ、どうぞお願いします。いきます。小さな命に一水を、その花々を咲かせましょう。もうあなたが悲しむことのないように、その花々を咲かせましょう。開け、帰りの花。ティッシュが一枚開きました今、はい、私開きました、はい、あーあーあーってなってる。メタル伸ばしません。メタル伸ばしません。メタル伸ばしません。メタル伸ばではないですね、はい、
なるほどね、やっぱお花が関わってくるんですね、はい、でもこの呪文詠唱の大元はあゆみさんなんですよ、うん、え、何ごめん、どういうことですか。その呪文詠唱かけと言われた常石が取り出したのは今回のオープニングの歌詞。うっそでしょ。その歌詞の単語を拾っていって呪文を打ってます。そうなんですね、うん、私今手元に歌詞がガン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 、そうなの。そうとかで引くっていう引く今回の呪文詠唱の元はあゆみさんで、なんでもっちそっちじゃないの今なんで今そっちじゃないのそうか、はい、そうめっちゃ楽しみにしてます。で2番の歌詞とか今回素晴らしいので、2番の歌詞ね、あゆみさんも喜びだからね。2番の歌詞で2番の歌詞あたりから呪文ができてるという感じですね、まあ、なるほどな。2番の歌詞はね、もうこれ先に皆さんに言いますけれども、もう絶対に今公開できないです、すべてが、すべて書いてあるそうなんですよね、すべて書いてある。作詞今回させていただいたんですけど、なんかね、やっぱりすごい悩みましたね今回もね、なんか最初に書いたらそのまますぎるって言われて、似ていくをして、そのなんかもっとゆきちゃんの可愛いところを見せていきましょうって言って、はい、人間らしいものに、はい、人間らしいものになりましたね。それまで人間らしくなかったんですからね。そうですね、はい、ただただ崩れていく何かみたいな感じになっちゃってたんで、はい、すごいいい曲ですよね。あのせいさんの歌声もとても、はい、相まってちょっとやっぱその全部知ってるから切ないんですよ、はい、うん、そうですね、今回切ない話なので、切ないですね、だからちょっとなんかぜひなんだろう、泣きたい時に、泣きたい時にいいですね、やっていただきたいかなっていう作品で、はい、だったりとかはするんですけれども、収録の時とかはどうだんですか。さっきティッシュ使ったみたいな話もしてましたけど、やっぱりそういうシーンではそうですね、大変心を使いましたなるほど、心のエネルギー消費量の多いシーンがありました、いくつか、はい、はい、まあね、山場を越えるとそこからは楽しい、まあね、ちゃんとこのタイトルも全年齢無料版でエッチのないところでのちゃんと、はい、いいところで終わって、はい、その後はボラスターみたいな感じですけど、うん、そうですね、はい、さっき の結構その台本を読んでいて、ここで多分画面がこうなるんだろうなとか、なんかそのセリフの流れとかもすごくそのここで盛り上げたいんだろうなみたいのが結構分かりやすい台本だったので、なんかそういう部分もすごく意識しながらやりました。こうなったらきっと気持ちいいだろうなとか、こうなったらかっこいいだろうなみたいな。いや、もうすごい読み込んでいただいてて、なんていうんですかね、要するにこうゆきちゃんって秘密が多いんですよ、で普通に振る舞ってる時と昔のことを思い出しながらちょっとシリアスに喋ってるシーンとか分かれるんですけど、ほぼ全部指示なく使い分けてたので言うことがないみたいな感じで、だから途中で帰っちゃったりしたんです、はい、収録途中で帰りましてですね、収録途中で帰ったっていう話をして、なんで帰ったんだって言って、まあいろんなことがあって、あとで帰ったんですけど、まあ、そしたらそこにね、そのメインライター今回勤めている常石がおりまして、はい、常ちゃん、常石君、まあなぜかね、音楽の学校を卒業しているので、常ちゃん、音楽もいろいろ分かっており、うん、収録も大丈夫じゃないかと思って、ちょっと待って、そこは全然イコールじゃないよ、ちょっと飛んでる、全然行ったら喜んだよね、マイクがとか録音機材がとか言って大喜びしてたので、あ、そうなんだ、そう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 、それよかったね、 IM1 の機材が素晴らしい、あ、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、2つ揃えるの大変でした、はい、そうですね、倍かかる、倍かかります、ね、そう、なるほど、というわけで、ちゃんと収録も任せて、自分で書いたシナリオだから、目の前で読まれるといろいろ分かるでしょということで、常石君に任せて僕は旅立ちましたやんごとなき人形そう、そう、なんか収録中にこんなことがあったみたいな裏話とかって今言える範囲内であったりしますか。つつがなく終わっちゃった、あ、そうか、ティッシュをたくさん使った以外はキャラはじゃあすんなり降りてきた
って感じですかね。キャラ決め。でも最初ちょっとありましたよね。あのもうちょっとこうしっかりした、そうあのやっぱしっかりめのお姉さん要素足してくださいみたいな感じ、うん、結構やっぱ可愛らしい、見た目も可愛らしいですし、うん、結構その優等生でしっかりしてるんですけど、こう盛り上がっちゃうといろいろ一人であの熱弁が始まっちゃったりとかする子でもあるので、はい、可愛らしい部分もいっぱいあるので、うん、結構そっちにこう最初引っ張られてたんですけど、ベースはやっぱりそのしっかりした、うん、ちょっとお姉さんみたいな感じっていう。今コメントでネタバレ会なんで何喋ってもいいよって来てるんですけど、ネタバレ会じゃないです、びっくりして私あれ見た時、いきなりネタバレなんだ、そうなのっつってなってましたけど、花尾さんが来るとネタバレ会みたいなイメージがあるのかもしれないみたいな感じなのかもしれないですけど、じゃあ逆に現場立ち会ってどうだったんですか、初めての現場。すごかったですね。すごかった、おすごかった。何がですか。でも普通に挨拶した時は普通じゃないですか、収録始まった瞬間にもユキなんですよ。その切り替えの早さ、カナウさんへのあれですね。嬉しいや。嬉しい感じですね。やっぱすごかったですね。やっぱあの終盤のあそこの感情の入れ方がすごかったですね。はい、そう言わないでね、どことか。はい、なるほど。彼もポロリの才能ある。そうなんか言いそうなんだから今。言いそうなんだから。彼もポロリの才能あるんでね。なるほど。はい、じゃね、うん、ああどうぞどうぞ。やっぱなんかあの直接書いたライターさんが収録に立ち会うって結構緊張する。あそうなんですか。あよくあることではありますけど、一番作品のこと分かってらっしゃる方だから、うん、やっぱ同時にちょっとドキドキもしますよね。あなるほど。容赦なく直しちゃってください。いや容赦なく直しちゃってください。まあでもいいですね、初めての現場がそれこそね、うん、今回でかなおさんだったっていうのもなんかいい感じなご縁な、ね、気がしたんですけど、まあそんなあのほんわかした雰囲気ではございますが、はい、まだ体験版プレイしてないっていう方もいらっしゃると思うんですよ、はい、ただでもですね、せっかくかなおさんがいらっしゃるんだったら、はい、なんか今やりたいなと思ってるんですけれども、ちょっといかがでしょうかね、準備ができたらやってみたいなと思うんですが、できそうでしょうかね、はい、ということでせっかくなんで、はい、このメンバーで体験版プレイしていきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。絶対に発売前はプレイしないぜっていう人は10分ぐらいスッとしてください。長いお手洗いの時間を推奨いたします。じゃあ最初からでいいかな、おまけ1 最初からもちろん最初からですよ。この番組はそういう番組じゃないですからね。いつも一人でいる少女がいた、寂しい。はい、これは今どんなシーンですかね。まあ、これは昔話から始まりますが、一人きりの女の子がいましたということですね。で、これは手違いで素材が上がってなかったので、発売日前にゆきちゃんの子供自体入れますので、修正版をお待ちください。あー、なるほど。キャラがいないって、背景どういうことって思って、これはこれでなんか、まあ、それはこれで、これツイートしたいもん。ツイートボタンでツイートしたいもん。かわいい。声かけ試合。声かけ試合じゃないわ。どうしていつも一人なの。これ絶対聞いちゃダメなセリフですよね。子供のやることですから。子供のやることですけど、こんなん一番傷つく。子供のやることですから。ナンバーワンですよ。そんなこと言ったら心折れちゃう。そうですね、ごめんね、言わなくても大丈夫だよ。ひどいわ、俺は より傷つくわ。いい、ね、より傷つくわ、俺。
本当に本当にありがとう。どういたしまして。あなたに会えて嬉しかった。だけど本当は会いたくなかった。もうなんかフラグ折れましたけど。会えるなんて、だから顔を合わせたらそれでも君に手を伸ばす。大丈夫？大丈夫だよね。かわいい、かわいいですよね。かわいい、正統派ヒロインですね。全方位かわいいんですけど、心配になります。心配になるわ。あのかわいすぎて、あの優等生すぎて、こんななんかもう完璧すぎて心配になります。だから秘密があって。トゥーラルーラルーラートゥーラルーラーライ、そして始まる恋物語。甘くて酸っぱい青春模様。秘めた思いは伝わるだろうか。今度は本当に大丈夫？また傷つけたりしないのかしら。どうなるかしらね。かしらかしら、ご存知かしら。いやー、こんにちは。僕はトゥーラ。私はルラール。よろしくね。そしてどうやら、え、どういうことですか？見たところ、あなたたちもあの子に興味があるみたいだ。影パートがこっそり抜けてたので、一体何を期待しているのかな？どういうことになってしまったのかが全然わからなかったんですよ。そんなのどうせ、ラブロマンスに決まってるじゃない。今のユキちゃんを見てみなさいな。困っている愛しの彼に手を差し伸べるシチュエーションよ。明らかに彼を糸目にかかっているわ。抜け目がないこと。いやいや、あれは純粋な善意さ、ルラール。下心なんてあるわけない。だってほら、ユキちゃんはとてもいい子だからね。まさかあんなことがあった後で彼が欲しいとか願わないよ。あら、ごめんなさい。そうよね、そうだわ。ありえないわね、そんなこと。彼女は悪い子じゃないんだもの。ああ、そうさ。優しくて可愛らしい小さな人気者なんだから。結ばれるなんてとてもとても、僕ならさすがに恥ずかしくってできないや。でもトゥーラ、それはそれで少し見たいと思わない？まあどっちでもいいからね。失恋なんて星の数ほど見てきたし、命短し恋せよ乙女。花のように散るも咲くも、せいぜい楽しめばいいんじゃないかな。大丈夫よ、きっと面白くなってくれるわ。だといいね。あ、これめっちゃ楽しそう。なんだこれ。結構あります。その花が咲いたら、また僕は君に出会う。これいいな。ちょくちょくゆきちゃんが煽ってくる。ゆきちゃんが綺麗な青いんだけど、彼女が煽ってくる。なんか綺麗な青いなって言ってた。おはよう。元気ないみたいだけど、どうしたの？まあまあ、夏休みも終わったのは残念だけど、また毎日お話できると思うよ。授業でわからない部分があったら教えてあげるから、新学期もみんなで一緒に頑張ろう。それで旅行はどうだったの？確か海に行くって言ってたっけ。それは羨ましい限りだけど、だから宿題までの立ちもダメです。まさか3日前になって泣きついてくるとは思わなかったんだから。手伝って間に合ったからいいけど、これからはちゃんと計画的にやるように。今日はずっと一緒の授業だよね。だってこんな絵ないよ。
このこんな立ち方こういうこういうな、ないよ。あ、そのごめんね、ちょっと理由があって。そんななんか普通に会話してるような立ちあんまないじゃないですか。したくても横塚さんの辺はどうなったのかな。まさか忘れてたりしてないよね。かわいい。あれ、猫の写真で釣るのはずるい。ないじゃん。ちょっと待ってよ。嘘。わあ。なんか急に、ええ、急にニトロプラスみたいな。とても可愛いです。誰でもやったことがわかると思います。自分もね、なんでもないし、とても可愛い。でもチーズがね、めっちゃ可愛いって。なんでもない毎日が一番大事。とても大事ですね。そこに帰るのが楽しみです。なんとなく飛ばしますね。利用してみようかな。あ、ごめん、私ちょっと用事あるから。主人公話しかけられないので仕掛けてることです。自己紹介全然喋れなかった。主人公としてもなんか失敗したなと思って。ただ喋ってるの大丈夫？来た、さっきのシーンだ。戻ってくるわ。大丈夫だよね。こんな上からその落ち着いて、はい、ゆっくりでいいからね。見てくれて、はい、下に主人公がいるのに、はい、パンツ見えない美少女ゲームないですよ。ないですよ。言うと思った。絶対見えて叱るべきですよ。美少女ゲームだからね。どういたしまして。言いたいわけでしょ。それじゃあ、だって違うんですよ。お手をどうぞ。なんでなんでパンツ見えないの？おい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 お
ゆみさんだ。あれは見えて叱るべきですよ。そんな簡単に慌てなくても構わないよ。嫌な気分じゃ全然ないから。ないの？コンピューターゲームですよ。一応高坂君のクラス、それより本当に、あ、それでも一応後で赤くなってないか確かめた方がいい。それで瞬間が来ますので、かなりマニアックなサークルばかりだよ。もしかして入りたかったの？とか色々喋ってるんですけど、ちょっと時間がないので、そうですね、ちょっとね、見せたいシーンをかいつまんで見せることにします。ロードする？ロードします。どれだ、常識以上で、うん、5番とかでいいのかな。ロードするね。ロードして。どういたします。それでそのかわいい高坂くん、頑張ってる高坂くんを見ていると、私も少し普段よりちゃんと、全然そんなことないよ、いつも友達に教えたりしているうちにそうなったな。だから迷惑とか、いいですね、そんなの気にしなくていいんだよ。ちゃんとどうしたの？リボン止めてんだもんな。そうですよ。大丈夫だよ。そんな空が見えないと思っちゃいませんよ。この問題はね、どこで見えからだろう。これ、ねえ、つねしくん、これ、どこか見覚えあると思うの？だから、セットに覚えておくと、こっちの問題も解いてみて。さっきの公式を使ったら、簡単に解けるよ。下着もちゃんとつけてるしね。正解です。最近下着がつけてないもんな。ヒロインばっかり見て。そうなんですか？こちら業界はですね、私なら、いつも一緒？胸の形がもっとはっきり分かるように。乗せないんですよ。もうちょっと乗せてくれてもいいわけでしょ？それと、なんで乗せないの？私も学生。だから、
でも、そんな時、たまたまわからないその言葉を聞いたから、困った時はちゃんと先生へ質問するようになったんだ。肘に文字映るぐらいじゃん、ノートの文字肘に映っちゃうよ、ゆきちゃんこれね。そこ厳しい人はいるけど、それってより多くのことを学んでほしいからだって私は思うの。授業の本当は全員が分かるような授業、お話の方に集中しちゃったね。結構時間これめっちゃ青春してるじゃん。めっちゃ青春してます。いや結構ね、ちゃんと青春してる話。何これめっちゃ青春してるじゃん。どうしたの高坂くん、食べていいよ。ケーキやクッキーも好きだし。あ、青春。そういえば最初でも私の場合は味に意識がいっちゃって、味わいながらだと勉強に集中できないんです。それにななつい、そっちのってこの話は終わり。あ、うん、勉強再開しよっか。こういうシーンがたくさんあります。これ一例です。お疲れ様、高坂くん。結構進めたかな。なんか今自分の心がいかに汚れているかが分かるゲームですよね。そうですね、はい、そうですねって言わないでもらって。いい復習になったし、もう一個もう一個、誰かと一緒の方が。バックログ、バックログじゃないです、バックログじゃない、ロードする、これかな、ロードするね。学食ですかね。学食ですね。あ、ちょっと高坂くん、それはさすがに。あ、なんか可愛いですね。そっちじゃなくて、そのお皿の上だよ。もうなんだか明らかに緑黄色野菜が足らないっていうか、どう見ても偏っているラインナップだよね。緑黄色野菜が足らないってすごいですよね。やっぱりまさかいつもこんな食事なの。あーもう可愛いわ。本当はこの顔可愛いな。可愛いわ。もうそれに油分も取りすぎかな。脂質は脳にも影響するんだから、ちゃんと。何他人事みたいに言ってるのかな、高坂くんは。本当に。これお箸できちんと野菜も食べないと。何も好きなものを食べちゃ少量だ。ほらちゃんと取らないと疲れやすくなるんだから。はい、どうぞ。サラダみたいに生で着弾のメニューは。あれだ、高坂って。あー、このゲーム主人公です。主人公です。話したばかりじゃ時間なくなっちゃうね。いただきます。コメントで俺だってしてる。あなたでしたか。あれ、高坂くん食べないの。もうな、もう可愛いよ。なんだこれ。あ、なにこれ、もうだってもうチュ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 じゃん、チュチュチュ。細め可愛いですね。可愛いな。っていうか私、ヒロインもすごいですね。うん。ありがとう、高坂くん。高坂って誰だ。変わり高坂。いやー、いいいいね、いいこれね。なんかそわそわしちゃう。うん、しゃる、むっちゃかわいい、かわいいですね。でも時間だからちょっと、ね、ごめんね、あんなことをしちゃって、ね、呪文も詠唱したりするし、いやでもまだ出てきたりするんですよ。そんなこと、これこのシーンばっかり見てたら、うん、もうこのまま普通に愛を育んでエンディングでよくねっていうぐらいのクオリティじゃないですか。だから泣く要素ないじゃん、いろいろ。ここで恋占いする、花。あ、そのための、嫌い好き嫌い、そのための花。嫌い好き嫌い。いや、どう見ても幸せゴール一直線ですよね。そう、こんな。でもなんか途中のあの子たちが気になりましたね。はい、ですし、あれ何、あれは何ですか。まあ、スカイマーですけどね。あとやっぱスカイマーさんですけど、うん、冒頭そのそう、ゆきちゃんね、高坂くんが転校してきた時のあの、ね、あれとかが。
うん、後々24みたいな演出でしょ、なぜなぜああいう風になっていたのかが後々わかります、うん、後々わかると思うので、なるほど、分かった時にはまたみんな忘れるっていうね、そういう話ですなるほど、ちょっとでも楽しみですね、はい、なんか幸せな分ちょっとどうなるかっていうのと、ほら、はい、ムービーでも使われてました泣いてるシーンとか、さっきの鎖のやつとかね、どういう風に使われていくのかとても気になりますので、はい、発売まであと1ヶ月、はい、ちょっとぜひ楽しみにしていただければ、楽しみにしていただければと思います、はい、思います、はい、ということでございまして、一旦ここまでですかね、以上、はい、君花のコーナーでした。改めてよろしくお願いします、はい、ぜひあのお友達に勧めていただければいいかなと思います、そしてパンテオンの新情報がございます、
して、はい、こちらのパンティオンの、新情報は8月31日に次回を公開予定です。はい、はい、これはもうアトリさんにお任せした方がいいかな。どうですか、まあ31日はね、また新たに死んだ世界がいくつか追加になりまして、うん、そのうちの数枚を先にお見せしてしまおうかなという感じでございまして、うん、であと今日はですね、うん、まあその画像を見ながらついでに、うん、そろそろようやっと出てますね。はい、はい、ケン君の新材と、うん、ハジュン君の新材ですね。さすがハジュンタン、まあ背景の新座が不気味ですが、うん、まあ、これ赤ちゃんですね、うん、宇宙の、まあ、赤子という、はい、うん、赤ん坊で、なんか禍々しい感じがしますね。禍々しいです。それはハジュンタンですからしょうがないですよね、うんうん、ちょっとね、立ち絵だけ見てるとなんか若干可愛いね。表情爽やかで可愛くなったんですけどね、うん、全体で見るとなんとまがまがしいことかという感じですね。ハジュンがまがまがしくなかったらね、まあね、まあ椅子というか椅子じゃないもう物体になってますけどね、うん、そうですね、はい、ハジュンもかっこよいです。まあ、ちゃんとね、はい、味方にもなるので、うん、で今日はちょっと、はい、ね、最近ここのハッピーライトカフェは、うん、いやこれちょっとね、いろんなね、厄介事がたくさんありすぎて、お、やめろそろそろでも、公開していかないとなと思って、はい、でも最初に全部本音トークでドカーンってやると大炎上するので、うん、大炎上するぐらい自覚をしている。嫌だし、この今この絵をキャプられるの嫌だ。本当に言わなきゃいいのに言わなきゃいいのに。で今一体どんなことになってて、ね、何がどんな理由でこうなってるのかは結局我々もずっと話したかったんだけど、いろんなご都合があって話せなかったんだけど、まあ、そうね、うん、まあ、そろそろ話そうかなと思って、うん、で今日は多分怖い人たちも見てないと思うんで見てないですよね。いや返事しないから返事しないから。明日になってこう、服部さん言いましたねとか言わないよね。ちょっとね、ちょっとね、説明をすると、もともと DSE でパンテオンというものはですね、我々としてはグリーンウッドとしては去年の冬、できれば去年の冬、遅くても今年の春にローンチするようにと、1分ぐらいにまとめてくださいね。多分絶対まとまらないです。どうします？ここでじゃああゆみさんの命令で切っちゃう？何それ言い方やだ。じゃあ続けてどうぞ。いや、でなんでこんな話を始めてるかというと、来週にようやっとね、今度のってもひどい話なんだけど、新しい協力して一緒にゲームを作る会社さんがようやっと発表できるかなという段取りまで来たので、ただちょっと連絡が不足していて、そろそろそうだね言わなきゃねって話のまま今日来ちゃったんで、まあ、とりあえず今日言えることを言っとくかなぐらい。なので早ければ来週、遅くてももうちょっとで新しいパンテオンの新体制が発表されますということで、でもなんで新体制なのとか、ね、もともと去年に出すって言ってたのになんで今までかかってんのとかいうのを軽くね、なんだろう、だから公式だから怖いんだよ、どっか関係ないとこでベラベラ喋って、あらよっていた関係ないとか言いたいんだけど、あれ今言わなきゃいいじゃん。え？今言わなきゃいいじゃん。でちょっとね、様子探り探りでいこうかなと思ってて、まあ、全部をねぶっちゃけると本当に炎上するので、ね、例えばここにね DSE で画像資料パンテの画像ってあるんですけど、これね実はローンチに必要な全ての絵の素材もあるんですよ。ありますね、もう出来上がってますよ。ペラペラめくってますね。まあ今の方には見えないようにめくりましたが、200枚以上あります。うん、グリーンとは完成させておりました、うん、シナリオもありますし、音声収録も済んでおります。去年のうちにね。いいですか？我々は住んでおりましたと。でところが一緒に作るはずだった会社さんがですね、共同開発の会社さんがあったんですけども、そ
そちらがなぜかいろいろうまくいかなくなってしまい、まあ DSD っていうね、そういうタイトルだと思ってたんですけど、またか DS と思ったんですが、あの先方さんが焦げちゃったんですよ、まあいろいろあってね。でもう作れませんという告知をいただいて、まあもうしょうがないねって話になって、でもほらうちはね、去年の冬とか今年の春に出す気で頑張ってたから、突然出ないとうちも死にそうだし、だから生きてるのがおかしい状態なわけですよ、すでにね。だってその時期にゲームが出るようで、ね、作ってたわけだから出ないわけでしょ。でプログラムとかバトル側はできてませんっていうことになって、我々放り出されたわけです。ある日ポイッ放り出された。でまあそこら辺の詳しいことを言うと愚痴になる上に先方の評判も落ちると思うので、軽く、まあ、先方できなくなったんでしょうがないですねっていうことで、我々致し方なくですね、新しい組むところを探し始めたわけですよ。また茨の道をゼロからですね、共同開発会社を探すと、でプログラムを作ってる会社を探すということを始めまして、それが今年の2月ぐらいです。2月からね、本当死ぬかと思った本当死ぬかと思ったね。で素晴らしい会社さんがいらっしゃって、一緒にやろうと、まあ、言っていただけて、ようやっと話がまとまったのが、まとまったのは、まあ、今月かな。で、まあ、その会社さんはちょっと心配なのは、結構ちゃんとした会社さんなんだけれども、ゲームとしてはまだ作ってなくて、ここからゲームにも参入しようかなっていう会社さんだから、名前を出すのも皆さんわからないかもしれないなと思っていて、それはちょっぴり心配。はい。なのと、ん?はい。はい、はい、聞いてます、聞いてます。あともう一社、そこはあの上の方の会社になってパブリッシャーになる会社さんなので、そこがまあある意味、まあ、DS を拾ってくれたと拾ってくれた拾ってくれたと拾ってくれたわけですけど、じゃあ実績のあるプログラムのある会社さんを探そうと、それもまとまりましたので、まあ近々に発表できると思うんですけど、そちらもねちょっとね、あのプログラムが大変優秀で、サーバーの安定度とか実績も抜群なんだけれども、あまりねユーザーさんの目からパッと見ると、あの売れてるやつがないように見えるんだけど、それは大丈夫で、我々がシナリオも絵もやり企画もやって、あの内容は作っていくので、とにかくプログラムがめっちゃ強い会社さんをと組ませていただくことになりました。のでね、ほらパッとほら知名度とかで見ると心配になるかもしれないけど、まあ、そこの会社さんのやってるゲームでサーバーが落ちたとかほとんどないわけで、調べてもらえば分かるん でプログラマーも大変優秀ということなので、まあそのね、我々を拾ってくれたパブリッシャーの会社さんと、まあ、プログラマーやってる会社さんと我々 でこれ問題はね、これからまた作り始めるわけですよ。わかりますか。我々はシナリオはできてる、音声を撮ってあると、絵もあると、うん、ここにもう200枚あるわけですよ。200枚以上さっき見て盛り上がってた、うん、おおっつってこんなのもいるんだってね、あーっつって、あ第一審査こんなんなんだとかあるわけですよ、すでにね、はいはい、我々は約束通り作りましたと、うん、いうことです。でただもうね、いわゆるバトルゲームバトルの部分もあるので、普通に考えればまあかなりかかるんだけれども、まあ、だいぶ企画部分ができたので頑張ってね、なるべく短いスケジュールで作っていただけるという方向で今いろいろ準備をしておりますので、来週うまくいけばその2社の名前はお出しできるかなと思っております。うん、こちらも知名度は、ね、あまりないので、ね、片方はこれからゲームに入ろうというところなので、あのゲームを見てきた方からすると全く知らないと思うんだけど、いわゆるマーケティングとか金融関係とかがメインの会社なのが、まあ、ファンテンをやっていただけるということです。はい。ので今日はまずここでそっと発言してみようかなと。よかったね。そっとね。そっと。よかったです。で、ちょっと我々もギリギリを歩いてきたので、
普段こんなお願いしないんですけれども、大変申し訳ないが、本とサントラとスイッチ版はぜひともよろしくお願いいたします。珍しい。わかりました。よろしくお願いいたします。はい、買ってください。買ってください。お願いしてください。よろしくお願いします。はい、買っとく買っとく。わらわらわらって来てる。あ、はい。軽い。軽い。え、じゃあちょっとこれを機会に突っ込んじゃおうかな。どうせ延長してるし。どうせ延長してる。ね、なんかね、これ読んだらいいんじゃないっていう。あ、さっきもしかしたら、はぐい。あった。むくのさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ長くいただいてるんですが、拾うの、ごめんなさい。これだけにさせてください。ラインハルト抱き枕クラウドファンディングはどのようになってますか？死にそうだったので、やれなかったんですよ。知ってる。死にそうだったんで、はい、やります。やらせていただきますので、よろしくお願いします。はい。はい、あと、これも突っ込んどきますね。みんな聞きたかったやつを聞きますよ。はい、ときわさんからいただきました。はい。まあ、いろいろ書いてあって、これは後で見せますが、はい、さらに申しますと、LINE スタンプ欲しいです。はい。秋葉原の収録から半年経ってます。あとは嬉しいですと、はい。そうですね。うん。いつですかと。まあそうですね、アニメ側から行けば出れるか出せるかなみたいな話した後、うんうん、ちょっと、ね、本当死にそうだったんで、ね、すいません、ね、うん、はい、頑張って分かりました。そんな中こんなメールも届いています。相当のヘビさんからいただきました、はい、これ服部さんに送ってます。服部代表カフェラジ はカフェラジは、アニメ版終了記念と、増田さん個人用に、私の地元で製造している本場ドイツのクラフトビールセットをお送りしました。いただきまして、今冷蔵庫で冷やしております。はい、はい、多忙を極めるライト様へ、素晴らしい作品を楽しませていただいている日頃の感謝と、スタッフの過労、過労、慰労です。あ、慰労の一助一条一条もう一回教えてください。色の一条になれればと思います。いただいたものです。今はい、いただきましたということでございまして、ありがとうございました。よかった、ね、ありがとうございますみたいなメールもいっぱいいただいてます。読まなきゃよかったな、最後の一条。はい、ということでございまして、はいはい、皆さんが楽しみにしてると思いますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、ここからね、はい、まあ、バンバンとやっていければなと、うん、そうです ね、ますね。アニメのあれ全話振り返り放送もしますよね。そうですね、前回の時に行って、夏ぐらいに行って行って、あとあゆみさんとカラオケも行くんですよね。カラオケね、いいよ、行こうよっか、はい、ライト作品のカラオケはいつできるんですか。キャンパスは全部入りましたけど、ね、あ、全部入ったのかな、まだ足らないだろう、まあ、いや、まだです。まだまだ全然ある、数曲残ってます。なんだ、それはうちの担当のもののムービーを作る。あ、びっくりした、うん、危ないものを持ってきたのかと思った。そう、だからちょっとね、はい、ぜひぜひ、まあ、そんないろいろな楽しい、ちょっとね、この秋はできればいいなと、いろんな楽しいこともしたいなと思って、全国にも行きたいな。以上、DS入れのコーナーでした。はい、なんか家族写真みたいな。はい、ということで、かなさんもお帰りなさい。はい、ただいま、だいぶ長くお待たせしてしまいましたが、もうあと発売1ヶ月ということで、君花、はい、楽しみですね。楽しみです、ね、体験版やるとさらに楽しみになります、うんうん、あとゆきちゃんがやっぱ可愛いねってなりますけど、どうですか今日の放送は。今日も楽しかったです。よかったです。それはよかった、また来てください。お願いします。本当のネタバレの時にも来てください。そうですね、今日はちょっと言えないことが多すぎて。そうですね、本当にね。あと、私もどうで
した。そうですね。うん、まあまた来月で、ね、シルバリオトリニティコンシューマーバンド収録でお会いすると思いますが、よろしくお願いします。それ言っちゃって大丈夫？それ言っちゃって大丈夫？どうかな、わかりませんけどね。はい。収録あると思うんでよろしくお願いします。はい。ということでございまして、あと宣伝はあと皆様から、あとごめんなさい、私が飛ばしたやつを一つ言わなきゃいけない。はい。PS のスイッチ版のホームページも公開されたんですよね。更新されましたので、はい、ぜひぜひそこもチェックしてもらえたらいいかなと思います。よろしくお願いいたします、はい、そんなもんかな。そうですね、あとライトさん的にはないかな。花さんの告知はどうですか。あ、私はあのツイッターやってますんで、もろもろはそちらで、はい、はい、分かりました、はい、スイッチ版はなんか一応増田が言ってたのが、はい、声優さんだけ公開したけど役と声優さんの組み合わせを公開してないので、いろいろ予想してねって言ってました。いろいろ予想してね。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、そろそろお別れの時間でございます。ちょっと今日は延長してしまいましてすいませんでした。次回のハッピーライトカフェは9月の、28日カッコ仮の予定です。ちょっとあのカッコ仮ですが、まあでも多分28ですよね。はい、って感じなんですよね。いいんですよね。はい、皆様からのお便りをお待ちしております。ということでございまして、今回も最後、はい、丸々といえばというお題でお別れしたいなと思っております。今回のお題はですね、8月の最後にでございますが、秋といえば、はい、秋といえば、はい、っていうのはあのあれ、作品が秋だから、はい、そうですね、コスモス、コスモス、はい、そうということでございます。も考えてなかったな、うん、ちょっと考えてしまなかったですね。そうね、今日はなんか始め秋といえばか、秋といえば、そうだな、食べ物の秋なんだけどな、全国巡業で新潟の米が食べたいなのパーソナリティ高坂あゆみと秋といえば、秋といえば、うーん、芋掘りの君花永瀬ゆき役かなと、秋といえば秋もゲームを作ります。ライト&キャンパス代表服部でした。はい、ということでございまして、今日はバタバタしましたが、また来月もお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。